そういや、ほらホワイトバレンタインデーとか男として、なるほど、そういうシーンもあるね。何か三段はどうしよう。あったく、お前はお願いします。ご主人のとっておきか。我が輩もなんかおしゃれだもんね。本当に昔はモテたのかもしれない。まずはそう、プレゼントだな。こいつがないとは話になる。鉄板なのは花だ。後でサプライズで渡すんだ、うん、デート中に買ってるとこ見られたら興ざめだろ。でも実際花って今を受け渡したりすんのかな。花屋ってまあね、今でもやっぱり古典的にあるけどさ、本当にそういう、まあそういうタッキーのためにあるのか、ね、そうだよな。ふむふむ。でももらってもさ、どうしようもないっていうのがあるよね。こういうのはお金とか、そういう服とかとかの方が絶対喜ばれると思うんだよな。まあそういう話を置いといて次はどこに誘うかだな。ムードありつつ落ち着いた雰囲気な場所がいいんだが。ここじゃない。まあここじゃないって思うけど、ちょっと気分を変えてね、あのスカイツリーの上階とかね、あの光への上階とかいいよね。渋谷なんてここルブランから近いの。の水族館でアクアリウム店や。あ、品川。CM 見たな。ほう、三茶から品川ね。そこなんかいいんじゃねえの。水族館。デートは水族館のアクアリウム店か。なるほど。確かにまあ室内とかの方がいいよね、絶対ね。デートが終わったら食事だな。って言っても前日。ほうほう。いざって時に。ここいっぱいだろうね。おおすげ。で食。そう。とま。すげ。教えることは教えな。でもなんかやることが昭和感が出てるけど。自分でやるんだぞ。今はなんだろうな。LINE とかでパパッと送っちゃった方がいいんじゃない。いつも通りが一番ムードっていうのはあるけどね。それじゃ。せっかくご主人。お電話ありがとう。申し訳ございません。ホワイトキーだ、大丈夫だ。言われた。さくらさんは。大変お待たせ。お席。すげえな。もしかしたら何？相当前から準備してくれてたってこと？めっちゃ気が利くじゃん。まあどうなんだろう。食事の後はプレゼン。明日は急が。でもこれってさ、ホープをマックスしなきゃ起きえなかったことだから、やっぱりマックスしといてよかった。よし、行こうぜ。いいよ、離れ。あー、はい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 、その時のための花屋だ。そう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 、あったんや。いらっしゃいませ。サプライズプレゼント。お待たせし、お会計。うん、だこういうのをさ、詰めてくれる、どういうのが合うかとか詰めるのが店員の仕事なのかな、やっぱり。もう、うん、そういう仕事っていうのも面白いよね。日頃のお買い上げ。やっぱり見た目が全てだからね。これでデートの準備は済んだな。安心しろ。じゃあな。
タケミしかいないんですよ。申し訳ない。他のキャラは、まあいろんなので見れると思う。品川に来てほしい。現地集合で、はい、同じとこにいるんだから渋谷で会えよっていう話だけど同じとこに行くんやから。しかも同じとこから同じとこ行くんだからね。知ってる？アクアリウムって緊張を解く効果があるらしいんだけど。うん、いやなんかね、納得できる。やっぱり水族館ってなんかいいかもしれないね。ムード的には色合いなのかな。やっぱつまり安心するって言ってるの。モルモット君がそばにいるのも作用して、まこの年になって水族館で出るとか考えもしなかったけど何歳なんだ。こういうのも悪くないかな。君といるとそう感じることばかりで、会うたびに驚かされるよ。改めてありがとう君のり、うん、さあこれからですよ。さあ、ん、どんな驚きを見せ、この辺りで全部、ま、店を予約してある。そ、じゃあ連れて。すごいね、こういうプラン考えて。これはちょっと予想以上。来たことある？まああるんじゃない？え、嘘？あるでしょごめんごめん、好きな人と来たのは君が初めて。なんか経験豊富そうだけど。これで満足？モルモット君ってば、会うたびにいい男になってる私の彼にしておくのにはもったいないぐらい。まあな、年齢的にもちょっとそれはつってもな、高校生だよな。タケミがいい。なんか言わせたみたいになっちゃった。ちょっと席外すね、ごめん。これ何でも何また二股とか来たらどうなっちゃうんだろうね。まあでも結局会うのは一人って感じになるのかな。お待たせ。こういう個室だったら渡しやすいじゃん。今日という特別な日に当レストランささやかながら、今宵が皆様にとって忘れられない日になることを願いまして。おお、これしかもちゃんとスカイツリーってことは品川かな。東京駅に近いのかな。いいじゃない。え、ありが、夜景とバラって少しやりすぎじゃない。嬉しい。君以外の人にやられてたら笑いしてたかも確かにこれは確かに、友達感覚の人にやられたらちょっと痛い人って思われるかもしれないね君以外の人。そうだな。ならね、君のそういうところすごいすごくいいと思う実はあれ、昨日まで何にも考えてなかったやつです。自分のためじゃなくて、いつも誰かのためにっ真っ先に行動するって言ってるけど、真っ先に行動する。全部宗次郎がやってくれたんですよ、プランを。君から学んだ大切なことで、私が君に憧れてるとこ。まあそういう体にしとこうか。私も早く君に似合う女にならないとね。もうなってるぜ。そう言ってもらえると嬉しいかも。じゃあ
この後は私がお返しする番。方法はモルモット君の望むものでいいよ。はい、どうなったんでしょうかというはい、そんな感じでした。これはポップマックスしてなきゃならなかった話ですから、これはこれで良かったと思います。さあ19日、これからは多分1週目と同じ感じになるのかな。もうだから12月24日から、そうだ、同じだ。12月24日が3月19日までは1週目の時は完全に飛ばされてました。じゃあまあここは一緒だということで、私ら死んでも怪盗だ。俺の大事な、ああ、受け取っ、なんてこう、はい。ということで3月また新たな新生活。はい、元気、仕事が前から時々来てたのよ、本当したよね。世間を騒がせた回答の動向だもの。虹ももあなたに着せられた罪は、確かに法的でも社会的に貼られたレッテルはそう簡単には剥がれない。あなたが今後世間から何か不当な扱いを受けることもあるかもしれない。だから、うん、何かあったら私は法の世界で私なりの正義を見せるつもり。いつまでも怪盗団に頼っていられないもの。じゃあな。明日ついに出、例のルポは順調だよ。デビューだなんて、でもこれが俺にできる。この本でどれだけの人を励ま、ベストセラーかもしれないし、でもこの本は弱くて、だから失敗を恐れ、ああそうだ、君に読んでほ、君のことだから、ここにはか、そういうのもじゃんじゃん言って、君たちを歴史に残す、そんな一冊に仕上げてみせるよ。なあなあ。
報告ってのは、見は完治は先だけど、笑顔が見られる日。あなたの協力なくして、新薬は完成しなかったわ。モルモット君、とはもう呼べないね。大山田のこともそう。いつだって、あなたのその献身的な姿勢、私ももっと見習わないとね。これ、明日からあなたのいない町で医者を続けるか、どんな生活なんだろうと思ったけど、その気になれば抜き打ちで往診に行くこともできるわけだし、ちゃんと健康管理しておきなさい。あなた一人の体じゃないんだから。自身、自分が何者か迷うこともあったが、これだけは確かに言える。我が輩はお前の相棒だってな。うん、ありがとう。さて、挨拶もどうだった？そうもいかないぜ。そんな、まあ一度は死にかけたわけだし、他にもいろいろあったろうし、明日の朝は早いんだろ。渋谷経由だっけ。寝る前に荷物まとめとけよ。ああ、バカ猫もちゃんと連れてけよ。迷子で戻ってこられたら困っから。バカにすんなよ。我が輩は一人でどこにでも行けるぞ。相変わらずよく泣くな。おい双葉、猫なんつってんだ。うん、俺と宗次郎のバーカだって。なんだ、跳躍すんな。綺麗にお別れさせろよ。モナの世話は任せた。宗次郎の世話は任せろ。おい、お前がいなくても私ちゃんと頑張るから。だからお前も頑張れよ。今まで本当にありがとう。いや、世話になったぜ。1年間、いや結構濃い生活だったと思うよ。おう、忘れも更生させるつもりで預かったのに、逆にいろいろ助けられちまったな。生意気ってんじゃねえ。そっちこそ、そっちこそってなんか対等な人に言う言葉で。ああ、ごめんな。双葉にも見送りさせようと思ってたんだが、朝から見当たらねえんだ。みんな来てくれんじゃない、多分。こっち来ることがあったら。そんな感じじゃなかったっけ。一杯ぐらいならおごってやる。ってことは、店畳んじまったら
の？はいよ。この少年、こっちこっち。解散じゃなかったのか。いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの。げ。こんなところにまで。どうしよう。手伝うよ。ん？マルキ先生？別行動ってこと？ん？どうする？行くわよ。行こうか。うん。お金はいらない。もし君が生きることにつまずいたとき、大人になってからでもやり直せる。その見本になる。それが僕が君にしてあげられる仕返しかな。これが新しくできた三学期をやってたらここができるんだな、多分。それじゃ。荒いな。悪い、連中しつこくってよ。雑でごめんだけど、雑これで見送りかな。栄養はちゃんと取るんだぞ。また会えるよね。そっちが来ないならこっちから行くし。みんな、そろそろ。そうだね。もう行くのかよ。しょうがないでしょ、ほら。じゃあな、連絡するから。危ない。あ、ダメですよ。ちゃんと前を見てないと。やっか、あったな、やっぱり。ちょっとついてってやるって言ったろ。お、それでは。出てくるよね、いろいろ。ちょっと変わったわ、エンディング。はい、まあ終わったということで、まあ元は確か新島とか春とかは敵キャラみたいな設定だったんだよね。
なんか最初のオープニングとか違う感じだったんですけどね、雰囲気が違ったというかね、なんかそれぞれのキャラクター造形がまた固まってきた感じがこの私ロイヤルの方だったんですよね。ちゃんとでもなんかそれぞれのエピソード、後付けエピソードとか見てるとやっぱりキャラのなんか個性とかね確立してってるな、やっぱり分かりやすいというかね、うん、すごい分かりやすいですよね、やっぱりキャラがこうみんなバランスというかそれぞれなんか違った雰囲気を持ってるから、うん、空気ってキャラクターがいないっていうのがやっぱすごい、なんかペルソナの魅力ってやっぱそこにあるのかなって思うんですよ。3、4、5全部ね、まあ3からしかやったことないですけど、キャラクターの個性がものすごい確立してるから分かりやすいんですよね、うん、あ誰が誰どう見てもこういうこと言いそうなのはあいつだなみたいなね、うん、そこが魅力な気がするんですよね。でまあ無口な主人公がいてみたいなね、で無口なのにもかかわらず人望が厚いみたいな、うん、本当にそういうとこは共通してるし、まあちょっと3とかダークなイメージですけども、4はちょっと明るめなね、5なんかまあ陽キャっぽいキャラが多かったかな、うん、4もまあそういう感じだったけど、やっぱりこう田舎と都会でちょっと印象が違うというかね、はい、まあ3はちょっとダーク感が強かったね、うん、うつな感じが強かったような気がするけどね、まあそれぞれやっぱいい作品だと思いましたね。やっぱりとにかくキャラクターの個性に尽きるね、うん、本当造形というのいうかそれが一番いい印象に残るというかね、バランスがいいですよね。あと明智みたいなね、悪役、まあ悪役とか時には味方で時には敵になるようなキャラクターにも魅力がある、はい、4だったら足立とかね、うん、めっちゃ魅力あるんですよね、敵キャラも。はい、ということで今回はペルソナ5やっていきました。3学期だけでしたけど、まあロイヤルになって本当にその活躍度、うん、明智とか吉沢とかのさらに新しいキャラクターの活躍とかものすごくていい改変だったじゃないですか。でもその初期の5をやったことないですけどね、ロイヤルしかやったことないですけど、それがね、うん、また良かったかなと思いました。はい、ということで今回はサーファイブ3学期のみ、やっていきました。ご視聴ありがとうございました。私ダメなんだろう、今日も失敗ばっかだったし。急に背が伸びて視点が変わったからだって、すぐ慣れるよ。ほらもう私と変わんないよ。同じくらい練習してるんだけど、優勝するのはいつも霞だけ。私全然追いつけない。それはね、私の方がお姉ちゃんだからです。同級生兄弟じゃん。マジに返さないでよ。二人で世界を取るんだよ、私たちの夢。霞には
私の気持ちなんかわかんないよ。え？かすみに、かすみみたいに、私もなれたらよかったのに。ちょっと待ってよ！みんなが望んでいるのは、かすみ。前見て！危ないよ！ねえってば！世界を狙える強いかすみ。待って、止まってよ、スミレ！スミレ！